いいしばにゃんからの子猫ちゃんです。あ、かわいい。あ、かわいい。この子もね、しばにゃんと一緒でね、僕が散歩の時にまた見つけてしまいました。しばにゃんの時は、僕が散歩してる時に横断歩道のど真ん中で座り込んでたんでね。この子は同じ公園だったんですけど、同じ公園の溝に落ちてすごいニャニャ泣いてたんですね。で、1時間近く見てたんですけど、一向に親猫が現れなかった。急遽動物病院に今行ってきて、そのまま、ミルクをもらって保護してみました。あ、ちっちゃちっちゃ、多分生後ね1週間から2週間ぐらいだと思います。ちょっと目も見えてて歩けるんだけど、多分1週間ぐらいって先生が言ってました。この子が無事生き延びられるかはまだわからないんだよね。おっと、しばにゃんが。おっと、どうした？おっと、しばにゃん。そう。今から1週間か2週間が、この子の生死の境目です。しっかりと見守っていきたいと。しばにゃんが、しばにゃん、し、ほら、そんな手ピッて出しちゃダメでしょ。大丈夫か？大丈夫か？ちなみにしばにゃんとこれ初顔合わせです。しばにゃんも初めて自分以外の猫が家に来てるんで驚いてますね。しばにゃん来た時はこれよりはまだ大きかったけどな。今回はさらにちっちゃいよね。大丈夫、しばにゃん。俺はしばにゃんを愛してるよ。ここちょっとハートっぽい。ここハートっぽい。いいよ、別にしゃべる。そこハートっぽくねえだろ。ここだよ、こうだよ。だってそこ最後つながってねえじゃん。足がハート。ああ、もうハートなくなっちゃった。チュッチュ。さっきあげたばっかだからもういらないね。はい、ミルクはこれです。ゴールデンキャットミルク、動物病院でもらったやつなんで、あとは頑張っていくよな。とりあえず名前は募集まだしません。男か女かもまだ分かんないんで。